お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、久しぶりにヒール三次子の方ですね、はい、使っていきたいと思います。こちらになりますね。デッキがで、まあまあ久しぶりですね、本当にヒールで。今はね、どうなのみたいな、どうなんですか。言うてでもポイズンとかライトニングが多いんで、まあ、ガゴムレが刺さるかなとは思いますね。はい。ってなわけで、加砲されたゴーストも入ってるんですけど、言うて強い。加砲されたけど強いですね。で、このスペルの枠は、悩みなんですよね。ここがめちゃくちゃ悩みなんですけど、なんかそんなに枯渇もいなくて、その、ウッドじゃないと奥のプリンセスとか処理できないんですけど、言うてロリババだったらバレル防衛もできるし、まあ、万能なんでね、まあ、ロリババでいいかなっていうのが思いますね。まあ、ザップでもいいんですけど、だからロリババが優秀すぎてみたいなところはありますかね。よいしょ。はい。まあ、てなわけで、これめんどくさいな。でも最近なんかガゴムレに弱いデッキが多いんですよね、結構。これもう許容でいいかな。いや、痛すぎるかも。けど、いいや。これも無視して、そしたら、こっちのゴーストもなんか刺さってて、はいはいはい。で、このペッカ美味しいですね。逆サイに工場で釣ってあげたら、あいつは古城ババの防衛しないといけないんで、その間に、ペッカをギャングとかで釣ってあげて、処理かな。はい。よいしょ。こんな感じかな。で、ギャングは、まあ、ロリババで処理して、そのロリババで、ベビドラのターゲット取って、これカード回しで逆サイゴーストでも流しておきますね。で、これもガゴムレ出しますね。はい。で、これを、コジョババ左だと、ファイブで全部巻き込まれちゃうんで、左に、そう、逆サイですね。これで、左にギャング追加して、はい。あーはーとね。まあまあまあ。今のいいですね。で、相手ファイヤーボール使ったから、またエリクサーポンプ置いていきますね。まあヒールは今んとこ別に、まあいらないっちゃいらないんすけど、まあいるんすよね。まあいるんすよね。一応ね。一応いるんすよね。あれ、やばい。見えてなかった。けどまあいいや。で、まだファイバー行って回ってないはず。ここでファイバー多分打てないと見て、はい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 。で、ビビドラちゃんがいるのが厄介なんですよね。ちょっと待って。これ逆サイに釣って、そうですね、陣地で、自分の陣地で釣るのも大事なんですけど、自分の陣地でやりにくかったら、こんな感じで相手の陣地で釣ってあげるのもありですね。で、これターゲット取りて。よいしょ。はいはいはい。ってな感じで、あともユニット付け足して、勝てそう。で、これ、言うて、でもこのバーバヒール、みたいな感じ。よいしょ。はい。これも、落としたいけど。いやー、間に合わないかな。コジョババの突進入る。入ると、防衛された。まあいいや。はい。ってなわけで、ヒールは今のなくても、なくても勝てた。言ったらなくても勝てたんですけど、必要な時があるんですよね。はいはい。ってなわけで、そう、ガゴムレもベビドラとかに結構一瞬で処理されちゃうんですけど、ヒールあればガゴムレもアイスイズも全く怖くないですし、逆にアイスイズとか来てくれたら美味しいですね。はい。で、ポイズン来ても、まあ、ヒールかけて、ライトニングだった場合はまあガゴムレかなで攻めていく感じですね。相手がファイブだったら、おー、そういう動きするか。これなんだろうな、クロス。相手がファイブだったら、まあ三重子にファイブ打ったところをヒールとか、三重子にファイブザップ打ったところをガゴムレにヒールとか、で、相手がポイズンだったら、まあ三重子にヒール、まあガゴムレにもヒール、どっちにも行けて、相手がライトニングだったら、おー、そんなことある？
あれがライトニングだったら、まあ、30子はねヒール使うとこないんで、まあ、平石にしつつそのガゴムレにヒールとかですね。でユニットで受けてくるってなったら、まあ、30子にヒールみたいなとこありますね。これヒールですね。よいしょ。これトルネポイズンで本当は30子処理されちゃうけど、これ耐えちゃう。でここで今相手ウッド使ったので、この追加をしてあげてねやると多分これだけで結構タワーが落ちたりしますね。でこのロリババが強くてグッドゲームですね。早い、これが早い。これがまあもう今見て分かる通りヒールのおかげですね。あ、ナイト、そうナイト僕まだ手に入れてないんですよね。ナイトの新スタンプだね。こっからそう、僕スタンプ少ないんですよね。マジで全然持ってない、マジで持ってないんですよね。だからあれですね、これだ、これやばい、これマジでやばいめちゃくちゃやばい。とりあえずおもろいスタンプですね。よいしょ。はい、ってなわけで、いやそう、ヒーデ30試合のいいところは1試合が早いんですよ。まあ勝ってればなんですけど、勝つ試合だと一気に3クラとか持っていけるんで、そのグラチャレとかを周回するのにもいいみたいなとこあるんですよね。普通だったらグラチャレ1周を負けなしで12勝とかしても、まあ、45分とか、めちゃめちゃ早かったら40分とかかな、まあ、45分ぐらいかかるんですけど、サンクロバン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 いっちゃえば早いんでね、いいねー。まあまあ、ユーノイコールペッカかなーかババコヤ三氏の二択と思うんですけど、ペッカですね。ペッカイコールあれがないんで、ザップがないから今基本的に、だからこういうのでここにコチョババつけるの大事ですね。あー、これ本当はヒールあれば多分、まあ吹き矢がいたからちょっと今しなかったんですけど、ライドルだけとかだったらヒールで突破できますね。よいしょ。いてー、このライドラがマジで邪魔マジで邪魔。よいしょ、背筋起動、おいしい。言うてまあ美味しいけど、こっちも苦しいですね。これ一本置こうか。でライトニング打った瞬間にコジョババガゴムでして勝ちっすね。これでもう相手コストないから、でこれヒールして終わりですね。よいしょ。あ、ヒールもいらないかもしれないな。あはんはん。で吹き矢がワンチャンヒール、でこれ全部生きるから、これダメージがめちゃくちゃ刺さる。よいしょ、 OK、 OKOK。 でこれ左一応ゴースト出して、右の吹き矢、あー、はい、これロリババ届かないですからね、相手は。これで、これ一応ライドラ防衛して、これコジョババでターゲット取ってゴースト一気刺して OK。 はい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 、いい感じですね。だと692を守りたいんですけど、ワンチャン突破されるよな。あー、やばい。まあいいや、1個上げつつこういうゴーストでですね、キングしっかり狙っていきますね。よいしょ。ちょいやば、ちょいやばに見えますけど、言うて、はいはいはい、言うてですね、ガゴムレで絶対守れちゃうからこれ。よいしょ。ああ、まあいい、まあいいや。これギャングで守って、これはヒーローしないですね。なんか後ろ三死して、これライトニングはまあ、どうぞ打ってください。はい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 。やばい。これやばい。この端前言うのがマジでね、厄介。止めれない。で、相手はあれに。はい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 、もう、流れが完璧ですね。今、ロリババ使ったよね。俺は見てた。で、ここでヒールですね。よいしょ。はいはい。てなわけで、勝ち回しましたね。よいしょ、グッドゲーム。いやー、
一周回ってきましたね、時代が。時代が来た。で、二試合目がもう、一瞬だったかな。もう一試合やっちゃうか。やっちゃうか。やっちゃうよ、よいしょ。さあ、いや、マジで、やばくないですか。ほんまに強い。今、ライドラが流行ってるからこそ、気づいた。弱点がヒールみたいな。そう。誰も使ってないですけどね。まあ、それが、ああ、そう。実は強いみたいなところありますよね。マジで。この三重子ゴムレの形がすごいずるくて、三重子にコチョババしとけばライトニングにもいけて、で、ヒールあればポイズンにもいけて、で、ファイブあったところなんですね。別にエリポンとかもありまして。よいしょ。はい。で、ここは、もう固めちゃいますね。相手がスペルポイズン使ったので、これやばい、これがやだ、これがやだ。一回このちょっとごまかし、いやー誘拐された、いてーいてー、これなー、ちょっとしゃしゃったかな。まあいい、まあいい、まあいいっすね。はいはい、相手コース使って使って使って、また同じ、またペッカの流行りですね。このベッカの流行りはマジでガゴムレがきつくて、さらにヒールがあることによってよりガゴムレがきつくて、だから勝てる。これポイズン来る、今度かい。せっかく出さなかったのに、せっかく来ると思って出さなかったのに、今度かい。よいしょ。ってなわけで工場ガゴムレをしたいですね。工場ガゴムレが、もう相手マジでしんどい。はい、終わり。あー、でもポイズンあるのか。これどうやって防衛するんだろう、相手。これさ、ロリババ、つえー、ロリババ。はい、これでもうナイトみたいな。ディガーと一緒っすもんね。はいはい。で、これヒール打っても別にただ落とせたんですけど、まあ打たなくてもいいかなーって、今のは。はい。ポイズン打ったから、これ絶対守りたい。はい。で、ロリババ使ったから、ってやつですね。もう、本当に相手のスペル使ったのに合わせて、どんどんユニット足していく感じですね、三種は。よいしょ。はい。これでだって、何が来てもヒール打ったら。よいしょ。これでタオルいきますね。このガゴブレヒールが強すぎて、やばー。マジでやばい。本当にマジで一周回って時代来た。今の環境のデッキですね。相手は。楽勝っすもん。はい。てなわけで、ヒル三子時代ですね。皆さん。マジで使うしかないです。これは。これは、余裕だ。めちゃくちゃ余裕だ。でも相手が、どうだろう。あはは、重たい。まあ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 、勝ちは勝ちですからね。ペッカが流行りっすね。外役。ってな感じかな。はい。なんで、まあ相手のスペル見て、しっかり、その立ち回りを変えて言いますか。まあ30し、相手がライトニングだったら小ジョババで平石にして、ポイズンだったらもう、ね、ヒールかけちゃえば終わりなんで、ぜひぜひぜひこちらのデッキね、使ってみてもらえると嬉しいなと思います。はい。というわけで、終わりにしたいと思います。バイバイ。